とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、マタロウソロで、極エンマ大王に挑みたいと思います。なかなか攻撃力が高くって、一発もらうと、やばい攻撃だったら即死するようなやつなんだけども、マタロウ勝てるんだろうか。装備はこれでいきます。ラストティーダインの捨て身装備で、技は氷塊ゼロストームを4つ。これでいくね。では早速行きましょう。はい、行こうね。ラストティーライン、ちょうど今ね、妖怪ウォッチプニプニのイベントでも、ラストティーライン出てきましたね。欲しいのよ。すっごい欲しいんだけども、まだピックアップが来てなくって、当ててないのよね。うん、でもまあ40連ぐらいいける感じだから、絶対当てる。まあ今回は、あんまりダメージないぞ。クリティカルでそれ？ちょっと待って、ダメージが全然取れない。そんなもん、そんなもんか。まあまあ、この遠距離から打っていけるんでいいけど、威力低すぎない？そんなもんだったっけ。あ、ミスった。でしかもこのあんまり威力がないのに、再使用時間かなり長いんだよな、これ。30秒近くあるのに。おい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 、ダメージありすぎや。やばすぎる。これ神の刃食らえばひとたまりもないぞ。これはひとたまりもない。おーいった。そうかそうか、マタロウ氏はこのね、防御アップを使えるんで、これで耐えていけばいいんだ。ああ、宇宙服装備してくるべきだな。でもまあ遠くから攻撃できるから、結構安全では多い。むちゃくちゃ食らう。やっべ。安全とかなんかそういうレベルじゃなかった。でもまあまあ、大丈夫。向こうもね、武闘の術使うけど、こっちも防御アップ使ってガードしていくから。にしても、あれだな、威力、まあまあまあ、高い方じゃなかったけども、もうちょっとダメージあってもいいんじゃない？ちょっとおかしくないかこれ。捨て身装備して、で、爆食メダルつけてんのよ。爆食と捨て身でこれはないぞ。やべ！うわぁ、危ねえ。危ねえ、神の刃を重ねられた。これ危ねえ。注意していかんとね。神の刃をこっちの攻撃にカウンターで合わせてくるって。とんでもねえな。さすが最強の敵。あっぶねえ。こいつはやべえぞ。はははは。強い。よし。これもうちょっと、なんだ、回転数上がるやつが良かったかな。でもまあ、ラストティーラインって言えばね、この技だからさ。あー、でもプニプニは3倍人キックしたよね。確かあれしたような気がするんだけども。あ、いった。まあいいさ、今日は俺これでいくから。うん、神の刃もね、まあ痛いけど、だいたい出るタイミングっていうのはもう分かってるから大丈夫。食らわなければいいんだ。でも食らっちゃうんだよな。これ油断とかそういうんじゃなくて普通に食らうのよ。やべ、あぶねえ。絶対食らったと思った。じゃあこっちも防御を高めていく。あぶねえ。まあ神の刃怖いけど、やっぱほんとね、あれね、ためが長いから分かるもん。丸分かりだからいける。まあ遠くからね、妖怪ゼロストームで突っ込むときに、ち
ちょっと合わせられる可能性はあるけど、まあそれぐらいでしょ。おい、やべ、ちょっと待って、あぶねえ、これ死ぬまあまあ他のキャラでもねワンパンされたことあったし、全然マタロウ氏でもやられるときはやられんのよ。このね防御力の高いで有名なラストティーラインでもノズチカよりも高いもんね。ノズチカは素で高いけど、ラストティーラインはこのチャージ攻撃で防御力アップすると、まあヒーロー中ナンバーワンの防御力になるのかな。うん、まああれを入れる前提だけどさ、でもまあそんなにため時間の長いやつじゃないから確実に防御アップはできていってる。ちょっとちょっと、ようやく半分、ようやく半分か、相当しぶとい、いってしぶとすぎ。よっしゃ、もう少し途中でね2、3回死にそうになった。いや、この神の刃やばすぎる、むちゃくちゃ食らうもん。じゃあ、はい、もう少し、神の刃マジでやばい。てかエンマがね使えるようになるっていうね噂が前に1回ね若干流れたんだよね。うん、でも使えなかったんだよな。でもなんか使えるようになればちょっと面白いと思うんだけどね。うん、神の刃とかめちゃくちゃ強いし、他の技、覇王エンマ玉とかこういうのも使ってみたかったな。まあ、もちろんね妖怪ウォッチ4プラプラとかそっち系ではね使うんだけど、この学園のこの戦闘方法で使ってみたかったな。おお、マタロウ氏のやっぱ必殺技はね遠距離から撃てるっていうのがやっぱ一番強みだわ。これがマジで強い。これし、危ねえ、危ねえ、はい、あと一発、あと一発で終わり。最後まで気を抜かない。ほら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 カウンターもらえば一発で終わるよ。よっしゃ、終わりや。やっぱり強い。このエンマの試練は本当に難しいな。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや。